はい、ということで、ヤギナインティーズのヤギです。お願いします。ということでね、まあ、今回、ヤギナインティーズっていうね、チャンネルを始めることになったんですけども、この動画では、まあ、なんかどういう、まあ、名前の由来なのかとか、どういう動画をこのチャンネルに上げていくのかとか、まあ、俺の自己紹介とか、まあ、そういったね、なんか、まあ、いろいろ自己紹介的な動画をね、撮っていければいいかなと思うんですけども、自分、ヤギのね、自己紹介から、ちょっとさせてもらうんですけども、まあ、まず名前はヤギです。で、誕生日が1998年10月1日、23歳。そして、血液型 A 型、星座天秤型、なんですね。まあ、なんで、そんな、まあ、特別なプロフィールでもないですし、まあ、23歳ですし、まあ、星座もね、別に特別な星座じゃないですし、まあ、血液型も A 型なんで、まあ、結構ね、よくいる感じの人間かなと思ってます。はい。まあ、ヤギナインティーズっていうね、チャンネル名の由来なんですけども、まあ、これ、まあ、名前がヤギなんですけどもね、自分の。まあ、ナインティーズ。これが、まあ、さっきね、お話しした通り、まあ、誕生日が1998年ということで、まあ、90年代生まれなんですよね。なんで、まあ、90年代のものを、まあ、ナインティーズっていうね、言い方をするんですけども、まあ、エイティーズとか、セブンティーズとか、まあ、そういういろいろ、こう、なんか年代の言い方がありまして、それの90年代を取りました。それを、まあ、名前と合わせて、ヤギナインティーズみたいな感じで、まあ名前とね、まあそのなんか年代をくっつけた感じの名前になっております。で、まあ、このチャンネルなんですけども、どういう動画を上げていこうかなって思ったんですけど、ヤギの趣味を上げていくチャンネルにしようかなと思っていて、まあね、趣味なんだろうなって、まあ皆さんちょっと一回考えてみてほしいんですけど、まあ皆さんが思った通り、まあ古着、まあ古着やなと思って、まあ古着をね、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まあこれはまあ古着屋巡ったり、こうなんか自分が行きたい古着屋に行ったり、また皆さんというか、まあ見てくれてる方がこういうとこ面白いよみたいな、自分でも調べて、ああ面白そうだなみたいなとこをね、行くっていう、基本的には古着あげてくよみたいな感じのチャンネルなわけなんですけども、まあもちろんね、俺一人で行くときも、あると思うんですけど、基本的にはまあ友達とこう楽しい感じでなんか出かけるのを動画にするっていうスタンスでやっていきたいと思います。はい。で、まあ古着をね、上げていくわけなんですけども、まあ、自分自身まあそんな古着のプロというか、その古着屋の店員とかやってたわけでもないし、まあ、言うてそんなまあ知識もないというか、まあそんなね、詳しいわけでもないんで、まあなんか、その、今見てくれてる方が、もしかしたら古着めちゃめちゃ詳しくて、その、まあ見てる人もいれば、まあ好きだけど、そんな情報とか知らんみたいな、そんな、ね、人もいれば、古着そんな興味ないけど、まあちょっと見てみようかな、みたいな。まあ、いろんな人いると思うんですけど、このチャンネルは、その、まあ初心者の人、が見ても、まあ、楽しめる感じにしようかなと思ってまして、それを古着屋行って、まあ、聞いてったり、まあ、なんかね、調べて、そういうのを、まあ、ちょっと動画でポッて行ったり、で、それで、なんか知識覚えれるよ、みたいな感じにね、していきたいと思うんですよ。まあ、なんかふざけたり、まあ、ちょっと面白い感じの動画で、まあ、古着を伝えるみたいな。どっちかって言えば、まあ、一緒に遊んでるみたいなね、友達と古着屋行ったみたいな感覚で見てもらえると嬉しいんで、嬉しいなと思います。まあね、これから古着屋行ったり、まあどっかで古着買ったのとか、自分がもう持ってる服とか、そういうのをね、ちょっとインスタとかにもあげたりしようかなと思ってるんで、まあ概要欄に貼ってある、インスタグラムからね、そういうの見てもらえたりすると嬉しいなと思います。あとは、まあ皆さん、こういう古着屋、こういうカフェとか、なんかこういう場所あるよみたいな、そういうのをね、教えてくれる方がいましたら、まあコメントでも、そのインスタの DM でも、まあ何でもいいんで、教えてくれたら嬉しいなと思います。ちょっとね、なんか言い漏れてそうだな、みたいな。なんか忘れてんじゃないかな、みたいな。本当は言わなきゃいけないことあるんじゃないかな、って、ずっと思ってんすけど、まあとりあえずこの動画はここまでにして、もしなんか言いそびれたことあったら、もう後日の動画で、なんか喋ったり、なんかそういう、まあ追加情報みたいな
なんか話せればいいかなと思います。まあ、基本的にはまあ別に俺の情報は知らなくても楽しめたりすると思うんで、ぜひね、気になった動画でも見てもらえたら嬉しいです。まあね、もうすでに、次の1本目の動画も撮り終えてるんで、はい、まあ、実質そっちが1本目ですね。まあ面白い古着屋というか、なんか普通のその古着屋じゃない場所ね、撮影させていただいたんで、それが明日上がります。で、まあ動画投稿日は基本的には金曜日週1本で最初行きたいと思ってます。で、なんか慣れてきたりしたら、まあ、週2週3とか、まあ、週によってはもしかしたら週2本今週あげますみたいな週あるかもしれないんですけど、まあ、基本週1ということで金曜日夜8時20時、まあ、そこでね出していけたらいいと思ってるんで、まあ、ぜひねそこで、まあ、その金曜の20時にすぐ見れなくても次の日とか、まあ、土日だと思うんで時間ちょっとでもある時見てもらえたら嬉しいですね。もう太陽もヤギナインティーズ解説をね祝してもうおめでとうともう言ってます。もう言わんばかりのとかじゃなくて言ってますね。太陽がもう太陽がおめでとうって言って出てきてるんで、今日はなんかもうすごい天気いいんで古着屋出かけたいなって思うんですけど、うん、ちょっと今日は行けないなってことで、まあその太陽のお祝いの気持ちありがたく受け取って、はい、まあ、今後皆さん楽しく、まあ、古着屋巡り行きましょうということで、この動画ここまでにしたいと思います。それではね、また次回のヤギナインティーズの動画でお会いしましょう。さよならー。